これ、おい、お疲れ様です。サラリーマンです。始まりましたね、はい、本日はね、はい、東京の山奥に今来てまいりました、今回はね、僕がちょっとわがまま言ってペットをね、ちょっと欲しくて。なるほど。仕事外でさ、家になんか帰ってさ、なんかいないとさ、ちょっときついのよ、はい、なるほど。ちなみに何が欲しいとかあります？結構マイナーなんですけど、カジカっていうね、魚がね、結構レアなんですけど、流水の綺麗な川にしかいない魚なんですけど、ハゼとかそういう、ああ、まあ、そっち系に近いですね。ちなみに、俺なんですけど、はい、サンショウっていうね、生き物が欲しいんですよ。これはもう、カジカなんて比べ物なんで、もっと上ですよ。全然ね、はい、見つけることが難しいんですよ。そうなんですよね。でも情報がね、あったんでね、いるみたいな。だから今駆けつけてね、仕事終わりということで、本日もね、はい、蚊ひたすら探していきたいと思います。頑張っていきましょうか。いきましょうか。はい、いいですか、うん、ね、こちらね、今またマップで調べてね、だから川なんですよ、お川がね。で、どちらもカジカとサンショウウオって、やっぱね、流水なんですよ。そうですね。サンショウウオは種類によるんですけど、はい、今回流水のね、流れる川の、ちょっと標高高めがいい。そうそうそう、高めてか、だからもうかなり寒い。ここであれば何山椒なんですか？こちらですね、飛騨山椒か。こちら行っていきましょうか。いや、ほらね、これ何やろ、おい、見ろ見ろ、水あった。水や、おい、水ある水ある、おい、やばいやろこれ。ちょっと手元の温度計で測るわ。タコさん、危ない危ない危ない。山椒ってこの水の中にいるんですか？水の中にもいます。今ね、この寒い12月なんですけど、はい、結構ね、冬眠でね、土の中、水の中あんまいない。なるほどね、はい、じゃあこの水の近くのこういう土の中じゃない、うん、そういうこと、両脇の、うん、じゃあなんでここ探してんだよ、ボケ。今水飲んだ測ってたところ。そういうことか、ごめん。そうだよね、測れるわけない、周囲で。こういうね、こういうところをね、うわー、結構滑らかなね、土質ですね。うわ、全然いねー。よいしょ。こういうとこにピロッといないかな。ただこんな一発目からね、いてくれても困るからね。やっぱこういうのはね、その簡単に見つからないから面白いんですよ。飛騨山椒、おー、出てこい飛騨さん。で、ブエ、目に入った、クソ、やられた。目に入った。え、ちゃう？これ、おい、カジカじゃね？嘘、嘘、おい、バカバカ、いきなり俺の目標。待て待て、入った。嘘、入った、入った、なんか入った。マジ？ほらほら、カジカじゃないこれ。こっち、この。カジカだ。ガラガラ、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 嘘。あ、やっちゃ、かわいい。待って待って。やっちゃ、カジカだ。取っちゃった。マジか。早いよ。かわいい。マジか。ナイスナイスナイス。やった。入れ物だ。入れ物だ。よしよしよし。やった。お前、早っ。マジかよ。え、すげえすげえすげえ。マジか。ちょっと、何したの何したの、網ここすくってみた。マジで、すげえ。よいしょ。こちら。うまく取れる。かっこよくね、これ。このトゲトゲ感やばいよね。カサゴみたいなね。こちら、うつせみカジカですね。こんなん水槽にいたらやばいやろ。これ欲しかったの？これ欲しかった。ほら、もう俺んとこ来とるやん。かわいいよね。うわー、カサゴっぽいね。カサゴっぽいよね、このトゲトゲ感。よく見っけた。いや、すげえ。ありがてー。もうだって開始3分で俺の目標終わり。ありがとう。待って、でかいの見ますか？あ、そうだ、多分ね、これ色変わるんだっけ。変わるよね。だから十分なんですよ、これで。いや、マジでありがてえ。かっこいい。いや、大事に育てるわ。ありがとう、なんか、ありがとう、なんかって。なんか、あ、そうだよね、お前も嬉しいよね。自分が捕まえてさ、人の役に立つでね。そうそうそう、いつも立ってないもんね。言うな。いやー、マジ、誰が見つけてくれたかな。ちょっと今度俺が山椒魚を見つけるしかねえな。よし、となると山椒魚は石の下だね。俺の商売道具ですよ、これが。いや、マジ、カエルでもいてくれたらな、結構希望あるんだけどな。こういう下とか。いや、その通り。こういう土っぽい。そう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 、そこもやった。そんな下じゃないと思うよ。なんもなんでなんでなんで。これ 100% なんかいるやろ。おい、カエル。何がいる？すいません、タコじゃない？あ、待って、違う、山中だ。山中か。これをじゃあペットにしますか、しませんか？しません。じゃあな、よいしょ。モリ休んだ。あ、いいな。日本、山中か。なんか水の中にいいんだね。あ、マジ？お、入った。カジカじゃね？はい、
先ほど捕まえた山赤ガエルですね。山にいる赤いカエルということで、このねヒレが発達してるんで川で泳ぎやすいと。でコチトラが、カジカ大乱型ですね。はい、じゃあ逃がします。あ、天然のミルワームや。天然のミルワーム可愛いですね。天然のミルワーム、いや、いただきます。すごいでっかい雲がいますね。意外と可愛い顔してるな。あ、はい、何？何？マジ？嘘でしょ？マジ？待って嘘やろ？待って何？なんだよお前、何これ？でかっ！何これ？はぁ？何これ何なの？マジで足なしイモリやん。はい、ということでね、こちらずっとやりますね、寒い中、はい、2時間ほど探しました。仕事帰り眠い中ね、なんとか、はい、はい、見てください、こちら目的のものが取れました。はい、かっこいい。見えるかな？カジカですね。カジカ、大乱カジカっていうやつですね。さて、これを持って帰るんですか、はい、あなたは？持って帰ります。ペットになりましたね。タコ君のベッド入れました。どうしようか、名前。名前はカジサックにしましょう。カジサック。カジサック。あのカジサックに似てるし。確かに、ちょっと、ね、ちょっと似てるんだよ。ちょっと似てるね。付けしなさいよ。あ、分かりましたか。大先輩ですか。そうですね。カジサックでじゃあ。カジサック。まあペットになりましたね。サンはつける必要はありません。そんなことで大丈夫。明日もう仕事だぜ。手順も。マジか、うん、はい、ということでね、本当によくやめましたね。はい、では皆さん、本日お先に失礼します。失礼します。